ログ道路の典型的な景観。背景は、モンテ、サンと火山のメサ大地。ログ道路は、イタリア、サルデーニャ等の中部から北部にかけての一帯を指す、伝統的な地方名称。この地方の言語は、サルデーニャ語ログ道路方言と称される。ログ道路とは、文字通りに返せば、黄金の土地という意味である。中世のサルデーニャ現代のサルデーニャこの地方の、 大部分は火山性の土壌に覆われており、サルデーニャ島内では最も肥沃な土地になっている。このため、多数のぬら上げの存在が示すように、この地方には戦死時代から居住者がいた。ローマ帝国の統治下では、帝国領域内でも有数の穀物生産地となり、いくつものローマ軍団がこの地域に駐屯して、ローマに服属しなかった島の中央部による、 先住民の攻撃を防いでいた。中世には、当時サルデーニャ島を4分割していた王国に準じる国々の一つ、ジュディカートディトルスの中心となり、この国の当初の首都はアルダラに、後の首都はサッサりに置かれた。この地方の農村部には、この時期に遡る多数のロマネスク建築様式の教会が残されている。その後、14世紀以降、 アラゴンによるジュディカートの征服を境にログ道路は没落し、やがて行政機能は島の南部にあるカリアリに移ってしまう。18世紀以降、サボヤ家が支配したサルデーニャ王国の統治下では、ログ道路は反政府勢力の拠点となった。20世紀初めになると道路や鉄道の建設が繁栄をもたらすことになったが、反面ではこの地方の森林資源の大規模な破壊を、 招くことになった。人口圧が高まり、当地産の穀物がイタリア市場で相対的競争力を失っていった結果、1950年代には多数のログ道路人たちがこの地を離れざるを得なくなった。その行き先は当初はサルデーニャ島内の主要都市であったが、やがてイタリア北部へと人口が流出するようになった。サルデーニャは中世からクーラトリアと呼ばれる、 小区域に細分されて統治されていたが、ログ道路と称される地域の境界がどこになるのかは、明確ではなく、ログ道路方言が話される地域が、そのように呼ばれてきた。ログ道路と称される地域は、北は、大城からぬるびにかけての丘陵、東は、コギーナス川、南は、モンティフェル・マルギーネ・ゴチェアーノを結ぶ線を、地形的な境界として、おおむね区画される。 ログ道路に含まれる地域としては、サッサレーゼ、コロス、モンテアクート、メイローグ、ヌッラ、プラナージャなどがある。主な町として、いずれもサッサリ県のオツエーリ、イッティリ、オシ、ボノルバ、プロアーゲ、ポッツォマジョーレ、ティエージがあり、その他の著名な場所としてサッサリ県のパッタダ、オルビアイコールテンピ県のブッドゥゾ、オスキリ、ベルキッタなどがある。ログ道路方言は、 サルデーニャ語の文語とみなされており、リンバサルダ・コムーナの基礎となった。ありがとうございます。